よし。あパンクすごい頭すごいでは先に自己紹介の方から、ディスコードソフトの上から順番にお名前と普段の活動内容特に今日は初めましての方も多いと思いますので、はい、過去やってたこととかも、言ってください。真ん中に出てきてお願いします。Rさんからお願いします。はい、皆さんどうもこんばんは、Rです。普段は声真似をやったり歌を歌ったり、バロラントをやったり思わせたり、はい、VTuber やったりしてます。こんばんは、こうです。普段は逆転裁判とかポケモンとかいろいろ実況してます。1、2、1、2、2、にゃん、3試合です。普段は、まあ、バロラントとか、アマンガースの配信とかを中心に活動しています。まあ、ちょっと、まあ、緊張してると思うんですけど、僕もしてるんで大丈夫です。お願いします。お願いします。お願いします。はい、早稲田大学から来ました、城先生と申します。今日参加させていただくメンバーの方全員と初対面なんですけれども、あのバジバコ高学歴ムーブで絡んでいくのでよろしくお願いいたします。普段は普段は荒野行動とか APEX とかバトロワゲーを中心に YouTube の動画投稿してます。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。先端教授と申します。普段は、スプラトゥーンの実況から始まり、エペックスの解説とか、ジノキのゲームやってます。まあ、そうですね、今日は、早稲田の方がいらっしゃるということで、はい、僕は、河合の気絶文字で83編としたことあるんで、当時の気持ちを思い出して、ボコボコしようと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、それでは、それぞれの配信で2分ぐらい、自分の視聴者さんに挨拶してみてください。お願いします。はい、行きます。おい、どうしよう、誰も知らねえよ。おい、誰も知らねえのよ。なんか高学歴ブームとか言っちゃったんだけど、ねえ、どうすればいいよ俺。ちょっとあの媚び売りの白井先生だからさ、バチボコをマジでもう気に入られに行こうな今日。マジで先端さんのことをもうなんかマスターって呼ぼう今日は。マスター、発言よろしいですかって言おう。セルフィーさんとメテオさんの流れに沿って自分先生始めまして、始めまして、よろしくお願いします。早稲田大学の力を見せてください。はい、バリバリ論文とか使っていくんでよろしくお願いします。あ、理解できなくてつるかもしれない、もし